名鉄も570系電車は、かつて名古屋鉄道に在籍していた路面電車用車両。1950年から戦後初の岐阜市内線及び美濃町専用申請車両として登場したもので、岐阜市内線用車両としては初の四軸ボギー車であった。1950年にも571から573が帝国車両工業で申請された。 戦後、東京都電6000型を参考に設計された路面電車車両が多数の事業者で申請されたが、本形式もまた都電6000系のデッドコピーというべき車両である。丸みを帯びた深めの屋根や倉庫の補強体、窓配置 1D10D1 の前後、扉構造であること等、都電6000系の1950年までに申請された車両とほぼうり二つの外観を持つ。 ただし、正面三枚窓の内中央の運転台窓が若干大きめに取られていることや、前照灯が新生児より屋根状に設置されていた点が、かろうじて本形式の独自性を主張している部分であった。前述のように戦後初の新生四軸ボギー車として登場した本形式であるが、制御方式は直接制御、台車はブリル 27E 系の流れを組む。 帝国車両製の古典的な台車を装備するなど、保守的な設計がなされている。主電動機は、新光電気製、m t 6 0ア型を1両あたり2機搭載し、当初は、終電装置にビューゲルを採用した。その後、1953年にも574が、1954年にはも575が日本車両製造で申請され、本形式は、 前後両の陣用となった。この2両は、都電6000系の1952年製の車両と、同様に窓配置が 1D9D1 D D と、設計変更されたほか、全照等ガム571から573の取り付けステーを介した固定方法から、半埋め込み型に変更された点が異なり、台車も、住友金属工業製 KS-40J 型を装備する。 その他主用機器等の使用はも百571から573と同一であった。鏡島線で運用されるも570系571。トロリーポール搭載時代の頃、当初はも一5 7 1 5 7百5 7 3は、美濃町線へ、も七57 574.575は、岐阜市内線へそれぞれ配属された。後者は、 岐阜市内線初の大型4軸ボギー車であり、同線区の輸送力増強に貢献した。後年も573は岐阜市内線へ転属し、同線区でワンマン運転が開始されたことに伴いも574.575とともに1973年にワンマン化改造が施行された。ワンマン運転関連機器の新設のほか、正面倉下に伝承式の ワンマンカー表示器を取り付け、終電装置も Z 型パンタグラフに換装された。美濃朝鮮所属のも571.572については1974年に通万仕様のまま、終電装置の Z 型パンタグラフ化が施行された後、札幌市交通局より譲り受けたも870、軽導入に伴って1977年に岐阜市内線へ転属し、 同時にワンマン化改造も施行された。その後、客用扉の構成化、窓枠のアルミサッシ化、全消灯のシールドビーム化といった近代加工時が全車を対象に施行されたが、岐阜市内線に在籍したた形式と、同様冷房装置の搭載は見送られている。また、室内灯については白熱灯のままとされ、廃車まで蛍光灯化は行われなかった。 長年岐阜市内線の主力車両として運用された本、形式であったが、も780系の登場等により、もう573が1998年4月に、もう575が2000年12月にそれぞれ廃車となった。残るも571.57に574 57に、ついても晩年はもっぱら朝夕のラッシュ時間帯のみ、岐阜駅前。 新岐阜駅前中節間の折り返し運用につくことが常であった。2005年3月31日限りで岐阜市内線が全線廃止となったことに伴い、も5 7 1 5 7に5 7 4も同時続けで全車廃車となった。廃車後は全車解体処分されたが、571号の窓枠が現在修復中の都電6191号に、 利用された。ハットも574.575は日本車両製造製、AB 端子電圧600ボルト時定格出力37.3キロワット秋田市電60系及び200系、川崎市電500系、土砂電気鉄道200系等。また、本家である東京都交通局においても同時期に6000型と同一の車体を持つ。 車体更新車を多数製造しており、その設計は戦後間もない時期における前後、扉型路面電車車両の事実上の標準仕様となっていた。その他、正面行き先表示窓が都言6000系のそれよりも幾分小さい点が異なっていた。この行き先表示窓はほどなく使用停止となり、後年埋め込まれて撤去されている。所言表には、 停車停車式との記載あり、正式型番は不明。ワンマン運転関連機器は、廃車となったも530系531及びも550系559より流用したものであった。本形式が全廃となった2005年3月時点では、本形式が名鉄在籍車両中唯一の白熱灯照明装備車両であった。 ハットも575の台車を含む使用機器はオーストラリアタスマニア州に所在するローンセストン市電博物館へ譲渡された。岐阜市内線の運用の大半がイビセンへの直通運転を行うようになったため、機動線区間専用車両であった本形式の出番は必然的に激減したことによるものである。ただし、車両故障等による 臨時ダイソーで日中の運用に入ることも稀に見られた。ありがとうございます。